ウィリアム・バイヤーは、フィリピン出身、ドイツの男性アイスダンス選手。2010年、バンクーバーオリンピックアイスダンスドイツ、代表、ドイツ選手権、優勝4回。2002年、ISU ジュニアグランプリ、ペイキン優勝。パートナーは、実前のクリスティーナ・バイヤー。フィリピン人の母とドイツ人の父のもと、フィリピンのマニラで生まれた。7歳の時に家族とに、 ドイツに渡り、スケートを始めた。やがて実米のクリスティーナ・バイヤーとカップルを結成し、1998から1999年シーズンから、ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。当初は、表彰台に上ることもなかったが、2000から2001年シーズンの JGP ピルエッテンで、初めて表彰台に上がり、2002から2003年シーズンには、JGP ペキンで、 初優勝を飾り、ISU ジュニアグランプリファイナルに進出するまでに成長した。2003から2004年シーズンから本格的にシニアクラスに転向。ISU グランプリシリーズ及び欧州選手権に出場を果たした。翌2004から2005年シーズンにはドイツ選手権で初優勝を飾ったが、初の世界選手権出場となった2005年世界選手権では20位に、 終わり鳥のオリンピック出場枠を獲得することができなかった。鳥のオリンピックを控えた2005から2006年シーズンオリンピック最終予選に指定されたカール・シェーファーメモリアルで3位となり、出場枠を獲得することはできたものの2006年欧州選手権で13位に終わり、オリンピック派遣は見送られた。2006から2007年シーズンにはパートナーのクリスティーナの怪我により、 シーズンを棒に振ることになる。2007から2008年シーズン、ネーベルホルンハイデニー、ドイツ選手権では3度目の優勝。欧州選手権を15位で終えた。2008から2009年シーズン、一旦クリスティーナとのカップルを解散したが、2009から2010年シーズンに再びカップルを組んだ。ありがとうございます。